お疲れ様です。全面安の暗号通貨市場ですけども、もうすでにね、ポジション持たれてる方、つまり暗号通貨は何かを買われてる方、ビビらなくていいですよ。通貨ビビってください。もうどっちやって話ですけども、上がったり下がったりするのが相場ですから、まあそもそも下がるぐらいでビビってるようだったら、暗号通貨なんか手出しちゃダメです。そして、上がった時に決済できないようだったら、これもまたね、暗号通貨投資には向いてませんよ。ある時は短期的に稼ぎたい。でも、長期的に見てるんです。どっちなんですかって話じゃないですか。まあ今日はそんなね、ご託を言いたいわけじゃなくて、単純に相場見てください。ビットコイン590万に回復。ね。イーサリアムもうちょっとで330万。その他、XRP は80円を割って、カルダノは70円を割っていますね。全面安。真っ赤っかですね、グラフの方がね、こっちの方にね、書いてますけども。さあ、我らが柴犬、どうなってるでしょうか。19位なんですよ。だから柴犬のコインも下がってますけども、暗号通貨市場全体が下がってますんで順位は変わってないんですよね。まあだからほっとしろってわけじゃありません。暗号通貨市場から資金がよそへ出ちゃってるのは確かなんで、この時どうするかなんですよ。ズバリ買い時でしょ、こういう時って。だって安く買えるわけですよ。安い時に買わずに、上がった時に買えずにどうするんですか、で柴犬ちょっと見てみますね。今 0.001306 なんで、もう絶好の買い場と言ってもいいと思いますけども、0.0014 前後で買った方って、含み損じゃないかっていうふうにね、言ってると思います。そう。投資では含み損っていう、そんな期間もあるんですよ。柴犬だけにちょっと注目していきましょうか。3ヶ月。ね。直近3ヶ月見るとこんな感じですよ。で、14のところでちょっと線引いてみてください。これ、明確に線は引きませんけども、ここね。そうすると、14よりも下のところっていうのが今までもずっとあったわけでしょ。で、14よりも上で、まあ、17に迫る勢いの時もあったわけでしょ。これ行ったり来たりするわけですよ。1年で見てみても、まあ、22円あたりまでね、行った時もあるし、それこそ12円あたりの時もありますしね。もう行ったり来たりなんですよ。で、今 0.0013 で、13すら割りそうだっていう時に、どうなんですかね。含み損は出てますけども、前回よりも今が安く買えるチャンスとも言えるんですよ。だから今購入すると平均取得単価っていうのは下がりますんで、実はお値打ちになるんですよね。まあだからといって追いかけて買ってくださいって話じゃありません。で、これも投資の一部なんですよ。含み損を抱えることになれるっていうのもね、投資の一部じゃないですか。だからうろたえてる人っていうのは、二つちょっと修正しないといけないところがある。一つは、含み損に慣れてませんねと。もうちょっと相場感鍛えていきましょうってこと。もう一つは、じゃあなんで買ったんですかってことなんですよ。ね。そこに何かしらの根拠があったから買ったはずなんですよ。なんとなく買ったわけじゃないでしょ。何かを目論んで買ったわけですよね。また何かの根拠があって買ったわけですよね。だからそこを今回しっかりと疑うべきだよってことなんですよ。それは正しかったのか、間違っていたのか。ね。しかもね、そういう答えってすぐには出ないんですよ。ことは投資ですから。結果的に利益が出れば全てが正解だったと言えるわけでしょ。で、結果的に損が出たら、ああ、しまったってことになるわけでしょ。あの時に売ってれば利益だったのにと思うわけでしょ。で、逆に儲けた人って結果的に儲けたわけですけども、うろたえて含み損が出た時に離脱して狼狽売りしていたら、その結末、つまり結果的に利益を取るってことはできなかったわけでしょ。だからね、今日明日ですぐに判断できるもんじゃありません。ただし、5年後、10年後に判断するものでもありません。その、暗号通貨との距離感っていうのをね、自分で決めていかなくちゃいけないんですよ。その距離感ってどのぐらいがいいんですかみたいなね、ことを聞く人がいますけども、あなたの資金力と精神力とライフスタイル、それによってだいぶ変わってきますんで、私から、すぐに言えることではありません。ただ、いろいろとね、関係を繰り返していったら見えるところありますよ。でもその時には投資金額を、そこまで上げないでくださいって言うはずです。ね、例えば1万円で行きましょうみたいなことね。今年だって柴犬をはじめとする暗号通貨をね、年間で10以上紹介するつもりですけども、まず第一弾が柴犬でしょ。買って1万円ですよって言ってますよね。だから、利益が出ようと損が出ようと、人生を大きく左右する金額じゃないでしょ。そういったものを余剰資金って言うんですよ。だから余剰資金でやるのが、まあ、暗号通貨じゃないかなと。これをね、商売にしたり、これで生計を立てようと思ったら、これは難しいですよ。今はそういうこと考えない方がいいと思います。まずは、慣れることです。ね、含み損になれる。含み益になれる。とにかく慣れる。慣れてきたら、
本腰入れてプロへの道をもう一段上がっていきましょうってことでございます。じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。暗号通貨ニュースの時間です。今日はですね、体の枝に珍しく会話が来たかなっていうことでね、お話ししたいと思います。ご覧のように今ね、暗号通貨全面安なんですよ。まあ原因はわかりません。これね、分かったように言う人もいますけど、よくわかんないんですよ。で、ビットコインがね、あれほど急騰していたものが今600万円を切って587万になってしまいました。なってしまいましたって言ってもね、600万超えたら買えないよって言ってる人、600万切りましたんで、ね、そのお考えに従うなら今買い場じゃないかなって思う。ただそれだけなんですよ。で、ビットコインは600万円を分水嶺にして、それ以上なら、まあ売り、それ以下なら買い。まあこれでやっていけるんじゃないかなと思います。で、イーサリアもね、結構踏ん張っていたんですけども、下落しましたね。いや、これはなかなか、きついなと思います。それから XRP も80円を切りましたんで、まあ買いといえば買いなんですけどもね。ただもう XRP はちょっともう終わったんじゃないかなと思います。もうあんまりイベントはないような気がしますね。で、今日のテーマなんですけども、体のですよ。体のは70円を切ったら買いで、70円以上ならまあ売りかなと。まあでもね、体のの場合はね、売らない方がいいと思いますよ。まだまだ全然100円超えてから売ることを考えた方がよろしいかと思います。まあということでね、体のが今70円を切ったその刹那ですから、まあ仕込む方は仕込んでおいたらいいんじゃないかなと思います。じゃあついでに柴犬行きましょうか。柴犬は冗談コインですからね。お、0.001304 ってことで、いやこれね、0.0013 も割りそうですよね。うん、だからますます買い場なんじゃないかなと思います。で、柴犬に関しましては、プロジェクトがいい加減っていうか何もないんで、0.0014 とかね、0.0015 とかなったら本当ラッキーなんですよ。まあですからね、柴犬に関しましては少なくとも購入を今月した人って結構いると思うんですよ。2024年のね、1月に購入した方。夏までもうね、売ることは考えなくていいです。ほっといてください。もう。それから2月に買う通貨のことを考えていった方がいいと思います。そういった形で毎月少しずつ積み込んでね、買うものがなかったらまた柴犬買えばいいじゃないですか。そんな感じで、ある意味ドルコスト平均法みたいな感じでね、リスク少なく大きなリターンを狙っていく。でも、大きなリターンって言っても、投入金額が小さいわけですから、そんなね、大金持ちになるってことはないですからね。まあでも、柴犬ね、50万倍になった経緯がありますから。うん、だからちょっとしたアナウンスで実績があるから、お、値上がりするかもしれないっていう風な、多くの人の気持ちを引くことはできると思います。まあその気持ちに惹かれて、多分柴犬買ったんでしょう。うん。だからそういう人を増やしていけばいいんですよ。だから柴犬を買った人は、柴犬買いましたっていう風に表現することによって、後でね、また買う人が増えていきますから。そうなったら上がるってことなんですよ。まあそういったのも狙っていきましょう。じゃあ今日は体の枝を買いましょうというね、70円を切ったから買い場が来たよっていう風なテーマでお話ししました。ありがとうございました。